やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。平井卓也大臣が、文春、週刊文春と、結構バトっていますが、その大臣の性格ってどうなの？で、今後の運勢は、どうでしょうっていうところを見ようと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチャンネル登録と通知音をお願いします。ツイッターでは個人鑑定の受付状況ですとか日々のこと、ニュースのこと、占いのこといろいろつぶやいています。はい、ぜひフォローお願いいたします。平井卓也大臣ね、最近NEC をホスとか脅せとかね、そんな結構危険というかね、暴言というかそんなのが文春に報じられて、この人すごい怖い人なんみたいなね感じでびっくりした人も多いと思います。それでリクエストもたくさんいただきました。平井卓也大臣占ってっていうことで占います。ちなみにニュースちょっとだけ読みますね。文春オンラインの一番新しいやつ、6月16日のやつ。新音声入手、親密企業の参入を指示、平井卓也デジタル省に官製談合防止法違反の疑い、もうちょっと話が進んだね。五輪向けアプリの事業費削減をめぐって、平井卓也大臣が内閣官房 IT 総合戦略室の会議で、同室の幹部らに対し、請負先企業の NEC を完全に干す、脅しておいた方がいい、などと指示していた問題で、さらにデジタル庁が発注予定の事業に、自身と近い関係にあるベンチャー企業を参加させるよう求める発言をしていたことが、文春が入手した音声データで分かった。発注機関の責任者である大臣がこの発言は、官製談合防止法に違反する疑いがある。文春がね、入手した音声データによると、エイシーズっていう、そこの顔認証、エイシーズっていう会社、ベンチャー企業、そこの顔認証、はっきり言って、NEC より全然いい部分があるって言って、で、そしてこの直後に朝日新聞が報じた、NEC には死んでも発注しないという発言が続いていく。デジタル庁は NEC には死んでも発注しない、幹部、ははは、みたいな、そんな、ね、こんな音声データが出ちゃうんだな、みたいなね、占おうと思うけど、こんなになんか内部告発されて、周りからなんか嫌われてんのかな、みたいなのも気になるしね。はい、こんなニュースでございますけれども、ちなみに、NEC に勤めてる友達が、友人がいて、SNS で切れてた。めっちゃ切れてた。うん、なんか、もういい加減にしろよ。静かに、超切れてたね。で、なんか NEC のにもね、なんか頑張ってくださいみたいな、日本中からなんかね、励ましの電話がかかってきたらしいよ。はい、ということで、ちなみに性格っていうか、性格じゃない、カバラス秘術は本質4のペルソナ7です。これだけ見るとね、かなり堅実ですね。まあ8を加えたとしても、まあ、暴走するとしたらこの8かな。白か黒かみたいな強い数字が出たとしたらこれだけど、まあ年とともに8が強くなってるとしたら、まあなんか強気になってるのはこれのせいかな。4と7はそんなになんか怖い数字ではないけど、まあでも静かに起こるタイプではあるけどね。うん、でもそんな怖い数字っていうのは穏やかな数字とは思うけど。あ、でもね、カバダ数字秘術のこの数字の性格と、邪悪さみたいなね、この前言ったけど、なんか邪悪か善良かみたいなのはちょっと関係のない部分なので、今回はあんまりカバダス秘術、関係ないかなと思って、参考程度に、はい。で、タロットさんから見て、平井卓也大臣ってどんな人なのか、政治家大臣として直すべきところはあるのか、で、特定の企業名、ね、この NEC って、挙げてないみたいなのをね、今日のニュース、今日18日のニュースで、平井大臣が、挙げてないんだ、その音声データをこう提出してもいいみたいに、文春とね、戦い始めましたが、文春と平井大臣どっちが言ってることが正しいのか。で、こんなに内部告発されて、周りからなんか嫌われたりしてないのか、どう思われてるのか。で、今後の政治家としての運勢みたいなの見ようと思います。ちなみに私は何度もね、この番組みたいに、このチャンネル始まった当初から言ってる通り、右団の左団の、そんな、私は特に政治的にそんな信念とか心情とか強いものはなくてですね、フラットにこう、占おうとしています。フラットに世の中を見ようと心がけておりますので、別に自民党に
とかね、菅政権に、嫌いとかそういう、ものは全然一切ないですよ。そういうのなくて、ただただ平井卓也大臣にこうスポット当ててどんな人なのかしらっていう感じなので、はい、よろしくお願いします。では、タロットさんから見て平井卓也大臣ってどんな人なの？どんな人だと思いますか？マジシャンの逆か。キーカードはマジシャンの逆なんだ。すごく、なんかあんまり良くないカードがいっぱい出たね。デジタル庁の大臣としては、あまり、それにはふさわしくないカードがいっぱい出たかな。はい、ズバッと出ました。全体的なキーカードはマジシャンの逆なんですよ。マジシャンの逆はね、性格とか仕事に出ると、人を騙すみたいな意味もあるけど、それは言い過ぎかな。例えば、言葉が足りないか一言多いとか、頭の回転があんまり良くないとかね、勘が冴えないとか、技術不足とか、肝心なところが抜けてるとか、優柔不断、駆け引きが多い、能力が発揮できてないみたいな、そんな感じかな、人とか仕事に出ると。で、それが全体的なキーカードで、細かく言うとフールの逆、無知無計画、無茶な行動とか、人間嫌い、個人主義、安っぽい、何もこう現実になかなかできない夢追い人とかね、不安定さとか、なんか対人関係がスムーズじゃないとか、周りから理解されにくいとか、ちょっと自己中心的とか、そんな、あんま良くないカードで、女教皇の逆もあんま良くないカードね。デジタル庁ならさ、これ正位置だとデジタルっていう感じだし、理性、知性って感じでね、賢そうなカードだったんだけど、逆向いちゃったからね、これ。女教皇が逆向くと、知性とか理性がちょっと欠けてて、感情的でヒステリックで、自分を見失って、いつもこう、ピリピリしてるみたいな、そんな感じですね。ちょっと感情が先走ってる。理性、知性より、そんな感じ。月の逆、これはいいカードですね。月の逆はなんか仕事に出ると成績が上昇するとか、やりがいのある仕事とか、なんか時間がかかってもなんかいろいろつかむとか、今までの不安、わだかまり、混沌、そういうのが消えて暗い過去から脱出できるとか、教訓を得るとかね、そういう昔の悪いことから、みたいな意味なので、これだけいいカードだけど、全体的に、マジシャンの逆、フルの逆、女。ね、この冒頭のさ、結構タロットカードの最初の部分の人間のカードが逆向いてるから、ちょっと幼稚だったりするのか、幼い感じなのかな？人間性として。力があんまり能力が発揮できてない感じがするな。良い感じに。対策注意点。我慢強さがもっと必要ですね。忍耐力とか我慢強さとか、自己犠牲の精神みたいなのを、もうちょっと覚えてくださいよって、タロットさんが言ってる気がします。はい。政治家大臣として直すべきところはあるのか。なんかもう今の性格だけでもうお腹いっぱいになったけどね。もう今のだけで結構満腹感がすごいね。どうしたらいいのか、さらに追い打ちをかけるのか。はい、ズバッと出ました。全体的なキーカード、女帝の逆。こうした方がいいでしょ？なんか情とかをなくせって言ってんのかな？これだと優しさ、思いやり、豊かさだけど、逆向いてるんだ。そうなれってことは、なんかこの前の身内へのその優しさとか、そういうこと？変な情とか、変な正しくない優しさ、思いやりみたいなのは捨てた方がいいって言ってんのかな、タロットさん。なんだろうな。女帝の逆。優しくしろとかじゃないんだね。その逆なんだね。いや、死神の逆でしょ？古い悪いものは捨てて生まれ変わってきなさいっていうのと、力はまあわかるね。なんか、周りに頼らないで自分の力でなんとかしろよみたいな。自分の力をつけ、実力をつけなさいよって言ってるような気がする。で、節制の逆、これを。節制の逆、自制心がないでしょ？そうなりなさい？ほー、それかお金の流れかね。節制の逆ってこう、落ち着きがないとか、一貫性がないとか、創造しいとかね、自制心がないとか、なんかそんなカードなんですけれど、そうなっ
そうなった方がいいって言ってんの？たぶん、そうなれって言ったらもう大変なことになるけどな。節制の逆。さっき性格のとこに女強子の逆が出てたじゃない？ヒステリックとか、なんか理性知性を欠くみたいな。でも、この女帝の逆とか節制の逆見てると、もうちょっと感情を何考えてんのか、自分の気持ちとか思いとか感情とか、もうちょっと出してもいいんじゃないって言ってんのかね、逆に。そんななんか冷静さとかクールぶらないでさ、みたいな。だからこれも優しくするなじゃなくて、情とかもっと全面的に国民に出してけよっていうところかね。例えて言うなら、熱すぎる人、政治家で熱すぎる人といえば、山本太郎さんを思い出すわけですが、すいません、間違ってたら、なんか、ね、くらいになると、なんか、こういうイメージがあるけど、そこまでは別に目指さなくてもいいと思うのよ、同じにならなくていいと思うけど、ちょっと今だとクールすぎて、何考えてるのかわかんないから、もうちょっと自分が何考えてるのか、もうちょっと出せって言ってるのかな、この辺、もしかしたら。ああ、そうかもね。そんな気もする。対策注意点マジシャン。もうちょっとアイデアとか、技術を高めるとか、自分の能力を高めるみたいなところを頑張った方がいいかな。あとコミュニケーション能力とか。あ、もう最初の2個だけでお腹いっぱいだわ。はい。じゃあ特定の企業名を挙げてないって言ったんだけど、文春と平井大臣どっちが正しいのか。文春、週刊文春さんは正しいことを言って今。おっと、ペラッと押したのは女帝だった。週刊文春さんは正しいことを言っていますか？正しい報道をしてるんでしょうか？文春さんは正しいの？釣り人の逆。ほう。報われない努力。あんまり良くないカードが出た。対策注意点死神。これこそ干されないようにね、みたいな。な、注意点怖かったな。あんまり良くなかった。違うのかな？じゃあ、平井大臣の具体的な企業名を出して、ホセなんて言ってないって言ってるのは本当なのか。え、でも会長名とか言ったんでしょ？企業名言ってなくても、まあそれも言ってないっていうのかな、会長の名前も。なんだろう。具体的な企業名出してないって言った。平井大臣の方が言ってることが正しいんですか？こっちも無知無計画だから。喧嘩両成敗みたいな感じですね。どっちも多分ね、正しいことと間違ったこととか嘘とかが入り混じってる気がする。そうだな。釣り人の逆対フールの逆の対決なので、まあ、どっちもどっちの正しさレベルかな。どっちも間違いは含まれてそうです。はい。じゃあこんなに内部告発されちゃって、周りからどう思われてるんですか？周りから見た平井大臣の一枚で表すと。まあ、これもね、周りって言ってもね、大勢いますよ。何十人、何百人と周りについているので、好きな人もいれば嫌いな人もいるでしょうけれども、ざっくり、周りから見た評価とか評判みたいな。周りからどんな風に見られてんの？大丈夫かな？ねえ、なんか常に録音されてるような気がする。せーの。節制、ああ、そうなんだ。穏やかなんだね。そう。自分では怒らないって言ってたけど、本当に怒らない、怒ったりはしないのかもね。ワニの動画見てたもんね。じゃあ関係ないけど、国会中にワニの動画見てたの今、ふと思い出したけど、水辺だからなんか思い出した。あ、評価は別に悪くないから、一部の人が超嫌ってるとか、なんだろうね。そんなに評判は悪くなかったけど、まあ、対策注意点付きだから何考えてんのかわかんないみたいなところはありそう。穏やかではありそうだね。はい。じゃあ、今後の政治家としての運勢、大臣とかね、政治家としての運勢はどうでしょうか。はい。ズバッと出ました。よく節制のカードが出る人だなぁと思って。そうね。まあまあかな。まあまあって感じ。いいカードと悪いカードが、半々くらいで、最終結論は悪魔の逆だから、まあまあかな。対策注意点いいんじゃか。まあ、60点くらいですかね。70まではいかないかな。60
点。50点は超えてると思う。まあまあ、そうそうって感じ。うん。過去は運命の、だからいい波に乗ったんだよね。でも今は、ね、めちゃくちゃ優柔不断になってる。迷いがすごい。審判の逆を背景に正義の逆。もうどうしたらいいな、どれにしよう。もうオリンピックも直前だしね。ワクチンの、もうね、いろいろ。ワクチンは関係ない。でもあるよね、デジタル。あるよね。マイナンバーとか。そう、いろいろやりますよ。あれやこれややらないことが山積みでですね。あっちもこっちも決めかねて、こう、優柔不断になって、大混乱してる感じ、今。うん。近い将来は月の逆なので、まあ、もう何ヶ月かすると成果がだんだん出てくるかなとは思う。彼の立場はとてもいいね。立場とか能力的なとこは戦車を背景に皇帝だから、信頼されてるのよね、多分ね、皇帝。皇帝に信頼されてるか、自分のそのリーダーシップがあるのか、まあ、信頼されてるかな。菅さんとか。立場はいいでしょ。ただ取り巻く環境は良くないね。太陽の逆。なんか、何かやろうとしても、こう、邪魔が入るとか。ね、こうやってなんか、告発する人とか。ね、周りに、うん、あれこれ、こう、敵は多そうだよね。敵はあちこちに紛れ込んでそうな環境だよね。で、可能性に節制の逆、節制がよく出るなと思って、節制の逆。ちょっとこう、自制心なくして、もしかして、もう、それかお金の流れでなんか、また悪い。報道があったりしてね、なんかそんな流れの悪い感じがありそうだけど、最終結論は悪魔の逆なので、悪循環とか悪いやり方からこう抜け出してね、一歩抜け出してとてもいいんじゃないでしょうか、うん、悪魔の逆、仕事に出るとね、自分の進むべき道を進むとか、スランプ脱出みたいな、立ち直るとか、そんな感じ、うん、だからピカーッとこうすっごい明るいっていうわけではなくて、悪いとこからやっとよっこいしょって抜けられるかなっていう感じ。で、対策注意点はいいんじゃ。ね、カバラス秘術の4と7みたいな数字が出ましたが、優しさ、思いやり、あと探求心、研究心を持ってこう、静かに、うん、地道に研究しろよ、探求しろよみたいな、そんな感じですね。うん、はい。穏やかに慣れって言ってる気もする。うん、はい。以上、平井卓也大臣について占ってみました。はい。ちょっと最初の2個でちょっとお腹いっぱいになっちゃってね、満腹感がすごかった。すごい占いだ。はい。では、以上になります。じゃんけんいきます。玉明じゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちです。はい。ね、本当に菅内閣が嫌だとか、平井大臣が超嫌いとか、そんなことはなく、淡々と占っただけですよ。はい。では、さようなら。ありがとうございます。